皆さんこんにちは、岡田亮です。今日は筋トレ初心者の方が筋肉をつける際に重要なポイントについてお話ししていこうと思います。以前の動画でもお話ししたんですけれども、僕は船橋でパーソナルトレーニングジムをやっていて、いらっしゃるお客様、やっぱり筋肉をつけたい、筋トレの初心者の方、たくさんいらっしゃるんですけれども、そういう方のお話を聞いてみると、なかなかそうですね、筋トレに対して正しい情報というか、ちょっと間違った、思い込みだったりとか、間違った情報を鵜呑みにして筋トレをしていて、あまりこう成果が出ない、筋肉がつかないというような方が結構いらっしゃるので、今日は、筋トレをつける際に、重要なポイントを、3つ大きなポイントですね、3つ解説していこうと思います。僕が聞いた中で、いろんな、方がいらっしゃったんですけれども、まあ、初心者の方で結構ありがちな間違いとしては、一回体を大きくして太って、脂肪をつけてからその脂肪を筋肉にした方がいいと思っている方って意外とすごく多くて、これはもう全然間違いで、脂肪は脂肪なので、脂肪を一回つけたからといってその脂肪が筋肉に変わることってありません、ありません。なので、そう思ってちょっと一回体でかくして太ってから筋トレしようかなと思っている方は、一回太ったらそれはまあただの脂肪が増えるだけなので、無駄に脂肪を増やすだけなので、今すぐに筋トレを始めた方がいいです。はい、まあ、あとね、いろんな、それぞれ、筋トレについての情報がたくさん今このご時世、錯綜してるんですけれども、もうこの3つをしっかり押さえればもう必ず筋肉はついてきます。体質で筋肉がつきづらいんだよなっていう方もいらっしゃるんですけれども、よくよくお話聞いてると、ちょっと間違ったやり方で筋トレをしている方っていうのがすごく多いです。体質関係なく正しい方法で正しく筋トレすれば必ず筋肉はついていくので、ぜひ今日の動画参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、それでは、初心者の方が、筋肉をつける際に、重要なポイントの、先ほど3つお話ししますと、言いましたが、まず1つ目ですね、すごく大事なことです。まず筋肉をつける際にとっても大切なことは、血中アミノ酸濃度を高い状態で筋トレをすることです。はい、でこの血中アミノ酸濃度って何ぞやっていう話なんですけれども、もうこれは読んで字がごとくですね、はい、自分の血液の中に、血の中にプカプカ、プカプカ浮いてる、アミノ酸の濃度の話です。でこれが高い状態で筋トレすることが非常に大事なんですね。なんですけれども、なかなか初心者の方はこの血中アミノ酸濃度が高くない、低い状態で、トレーニングしちゃってる方が、多いので、なかなか筋肉がついてきません。筋肉っていうのは、まあ、タンパク質から、作られます。これは多分皆さん聞いたことがあると思うんですけれども、そもそもタンパク質っていうのは、アミノ酸が、たくさん合体して、アミノ酸の集合体をタンパク質で、タンパク質がどん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 、それぞれまたアミノ酸に分解されていくと、いろいろ単品なアミノ酸になっていくんですけれども、まあ、このアミノ酸の濃度ですね、体の中に、タンパク質を入れると、消化酵素がそのタンパク質をどん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 分解してくれます。でアミノ酸まで分解してくれて、そのアミノ酸が血中にプカプカ浮いてくる。でその血中アミノ酸濃度が高い状態でトレーニングをすることが非常に大事です。でこの血中アミノ酸濃度が低い状態でトレーニングしているとどういうことが起きるのかというお話なんですけれども、筋トレを始める際、まず最初の種目が、結構皆さん、足から入る人が多いんですけれども、まあ、1日に全身やる場合ですね、足からトレーニングし始めると、まあ、スクワットして足に刺激が入る、足の筋肉に刺激が入る。そうすると足の筋肉に、筋タンパク合成という作用が、始まります。筋肉をつけたいと、筋肉を、つけるために、何でしょう、アミノ酸の、必要の、量がボンと上がります。なんですけれども、ここで血中アミノ酸濃度が低い状態だと筋肉、足の筋肉、スクワットしてたくさん刺激が入って、もっと筋肉、足筋肉つけたい、俺もっとでかくなりたい、材料になるアミノ酸をくれと、足は言ってるんですけれども、血中アミノ酸濃度が低いとその材料がないので、
どういうことが起きるかというと、上半身ですね、トレーニングしてない部位の筋肉を削ってアミノ酸まで戻して、その削ったアミノ酸を足に回すと、こういうことが起きてしまいます。で、大体皆さん足トレーニング終わったら上半身トレーニングするじゃないですか。で、その後トレーニング上半身トレーニングしますと、ベンチプレスやりますと、大胸筋ですね、胸の筋肉、アミノ酸が足りなくなります。アミノ酸欲しいと、何が起きるかっていうと、足の筋肉を分解してアミノ酸にして、また今度胸に回すと、どん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 体の中でアミノ酸をぐる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 回して、これだとなかなかやっぱり筋肉ってついてきません。なので、こういうことを防ぐために、血中アミノ酸濃度を高くしてトレーニングすることが非常に大切になります。つけた筋肉を削らない、このためにしっかり血中アミノ酸濃度を高い状態で、アミノ酸をいつでも筋タンパク合成したい筋肉にアミノ酸を供給できる状態を作ってトレーニングすることが非常に大切になります。じゃあ具体的にどうやったら血中アミノ酸濃度を高い状態でトレーニングできるかというお話なんですけれども、まずはプロテインですね。今までゴールデンタイムと言われる、プロテインを飲む時間帯が、トレーニング終わった直後にプロテインを飲むことがゴールデンタイムと言われていました。もちろんそれは非常に大切なんですけれども、結構最近は、それよりも前ですね、トレーニングが始まった時に血中アミノ酸濃度が高い状態でいることが非常に大切なので、トレーニングの前にプロテインを飲んで血中アミノ酸濃度を上げてトレーニングを始めることが大事だと言われてます。で、大体ホエイプロテインは飲んで68分ぐらいで、最大の血中アミノ酸血中濃度になることが分かっているので、大体ウェイトトレーニングする、筋トレする1時間前ぐらいにプロテインを飲んでもらって、そこからトレーニングに入るとスタートの状態で血中アミノ酸濃度が高い状態でトレーニングに入ることができるので、先ほど、お話ししたような自分の筋肉を削って、アミノ酸にしてっていうような作業がなくなるので筋肉がつきやすくなります。で、それにプラスしてトレーニング中、ずっと、血中アミノ酸濃度を高い状態をキープしながらトレーニングをやりきることが非常に大切です。トレーニングの1時間前にプロテインを飲みます。トレーニング始めます。スクワットします。そうするとトレーニング前に飲んだプロテインで作ったアミノ酸、スクワットの時、筋タンパク合成で、足に使われます。そうするとその後のトレーニング、当然、また血中アミノ酸濃度下がってくるので、この時にやっぱ大切なのがトレーニング中に飲む飲み物にアミノ酸を溶かして入れることですね。よくワークアウトドリンクという言い方で、トレーニング中に飲む飲み物を、トレーニーの方たちはよく作るんですけれども、初心者の方も必ず筋トレする際はワークアウトドリンクを作って、それを飲みながらトレーニングすると血中アミノ酸濃度がずっと高い状態のままトレーニングしきることができます。で、じゃあこのワークアウトドリンクってどうしたらいいのかというと、まあ、スクイーズボトルなりシェイカーなりに、アミノ酸を入れてそれを溶かしてそれを飲むようにします。で、ワークアウトドリンクに入れるアミノ酸何がいいですかってたまに言われるんですけれども、まあ、BCAAだったり今流行りの、おすすめ、僕のおすすめもやっぱり EAA が、すごいやっぱり効果あるし体感あるし、お客さんに EAA を、飲ませながらトレーニングするとやっぱり、体すごい変わってきます。筋肉ついてきます。で、 EAA ってまあ必須アミノ酸、体に必要なアミノ酸全て入ってるんですけれども、この EAA をスクイーズボトルなりシェイカーに入れて水に溶かして、トレーニング中は、ただの水を飲まない、アミノ酸を飲んでどんどんずっと補給しながら、チビチビチビ補給しながらトレーニングしてあげることが非常に大切になってきます。なのでまず初心者の方はトレーニング1時間前にプロテインを飲みます。そしてトレーニング中は自分でワークアウトドリンクをしっかり作って、そのドリンクをトレーニング し終わるまで全部飲み切ってトレーニングすることが筋肉をつける際に非常に大切なことになります。はい、それでは、筋肉をつける上で、重要なポイント2つ目、
のポイントですね。2つ目のポイントなんですけれども、これはもうトレーニングの頻度です。はい、すごく、初心者の方でありがちな間違いとして、もうマッチョになろう、モテよう、筋肉つけようと思ってやる気に満ち溢れてすごい毎日筋トレしたりする方、毎日腹筋やったりとかすごく多いんですけれども、筋トレは毎日やらないことがしっかり筋肉をつける上では非常に大切なことになってきます。なんでかって言いますと、筋肉壊したら、ウエイトトレーニングで、筋肉を壊したらしっかり回復させて、治してあげなきゃいけないので、筋肉、しっかり、修繕して回復するのに、まあ、大体72時間前後ぐらいと言われてます。なので、しっかり3日は空けることですね。3日はしっかり空けてあげないと筋肉の修繕中にまたトレーニングされてまた壊されちゃうので、いつまでたっても治らないと。しっかりと、刺激を入れて筋肉壊してあげたら、しっかり治してあげる時間を設けてあげて、もう一度またガツンとウエイトトレーニングしていくことが、筋トレする際すごく、重要です。よくある間違いが、もう筋トレと並行してもう有酸素運動もやっちゃおうっていう方結構いらっしゃるんですけれども、筋肉をつけるっていう上では有酸素運動は極力やらない方がいいと思います。はい、有酸素運動はね、結構ダイエットに、するための手段として思ってる方結構、多いと思うんですけれども、まあ確かにね、体重は、走ると、落ちていくんですけれども、筋肉もどんどん、落ちていくことが、分かってます。なので、筋肉削られちゃうので、有酸素運動は筋肉をつけたい方は極力、やらない方がいいと思います。なので、しっかりとしたウエイトトレーニングを、まあ、週2回ですね。初心者の方はもう週2回でいいと思います。十分ついていきます。週2回、それもまあ全身、最初は全身入れてあげましょう。週2回の全身のトレーニングを、やってあげて、で大、まあそうですね、その週2回の全身のトレーニングを3ヶ月ぐらいやると自分の体がものすごく変わってくるので、もうそうすると、筋トレがどんどん大好きになります。でもっともっと筋トレしたくなります、きっと。そうなったら、分割法といって、今日は、腕の日とか、今日は足の日、胸の日とか、背中の日とか、よく、上級者のトレーニーの方が分割法でトレーニングしてるんですけれども、週3回なり4回トレーニングして、分割法にして、筋肉をいじめていくと。上級者になったら、そういう風なトレーニング方法に、していけばいいと思います。なので最初の方は、初心者の方は週2回、そして、有酸素は極力しないで、もうしっかり3日間休んであげて、もう1回週2回目のトレーニングに臨むと。そういうことが、筋肉をつける上では非常に大切になってきます。筋肉をつける際に、重要なポイント、最後3つ目ですね。で3つ目、それじゃあ具体的に、どんなトレーニング種目をやって、どんぐらいの強度でやれば筋肉つくのっていうお話を、させていただきたいと思います。で、どんな種目をやればいいかというと、まあ、初心者の方は、コンパウンド種目という種目をお勧めしております。なんじゃそれはという、方もいるかと思うんですけれども、筋トレは大きく分けてコンパウンド種目、そしてアイソレーション種目ですね、2種類に分けられます、コンパウンドというのは多関節、関節をたくさん巻き込むような、トレーニングを、多関節種目、コンパウンド種目と言います。対してアイソレーション種目は単関節ですね。関節が1個だけ巻き込む、種目をアイソレーション種目というんですけれども、初心者の方はですね、一つの動作でたくさんの、関節だったり筋肉を巻き込むコンパウンド種目を中心にメニューを組んでいくのがおすすめです。具体的に、コンパウンド種目は、ビッグスリーと言われる、スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、のような、種目をコンパウンド種目というんですけれども、まあ
こういう種目は、一つの動作でたくさんの筋肉に刺激が入るのでとても、体を鍛える上では、効率的です。なので、トレーニング種目何やろうかなと思ったらまずはコンパウンド種目を中心に、プログラム立ててください。まあ、スクワットやってベンチプレスやって、デッドリフトやって最後腹筋やる、もう初心者の方はこの4つ十分です。この4つしっかりやっていけば、必ず筋肉ついていくので、まあ種目はまず初心者の方はこの4つしっかりやっていきましょう。で、あと大事なのがどれぐらいの強度でやればいいのかという話なんですけれども、筋肉つけていく際は筋肉に物理的刺激が、非常に大切です。必要になってくるので、そうですね、まあ、僕のおすすめはあんまりこう自重でやらないことですね。しっかりと物理的刺激を筋肉にかけてあげる。なのでダンベルだったりプレートだったり、バーベル何を、持って担いで筋肉に、普段じゃ、味合わせないような刺激をしっかりと入れてあげることが筋肉をつける際に非常に大切になってきます。じゃあ、実際どれぐらいの重さでトレーニングしたらいいのという話なんですけれども、そうですね、この重さ俺8回から12回できるかな、ちょっとわかんねえな、これはこの重さで8回できるかわかんねえなぐらいの重さで一生懸命8回から12回やる、全力で。それを一生懸命3セット繰り返す、もうこれだけで十分です。スクワット、そうですね、俺これ60キロで、8回から12回できるかわかんねえな、でも多分きっとできるだろうなぐらいの重さで、8回から12回全力で頑張ってやる。で、一生懸命それを3セット繰り返す。それでも切って、で、ベンチプレス。ベンチプレスもこの重さ俺8回上げれっかわかんねえなぐらいの重量で、8回しっかりやってる。それを3セット繰り返す。もうこんな感じで、まあトレーニング時間もね、短く済むし、刺激もしっかり入るので、初心者はもうこれで十分、筋肉ついていきます。で、慣れていくとこの重量もどんどん上がっていくので、8回から12回ギリ上がるかどうかわからないなぐらいの重量が最初は10キロだったとしても、2回3回、トレーニング、やっていくうちにそれが、10キロで8回12回限界だったのが、これが15キロで8回12回できるようになるし、20キロで、8回12回できるようになっていくので、その重さ持ち上げられる重量が上がっていく、楽しみ方もあります。その重量、自分が、ね、パワーがついていく、筋肉ついていく過程も楽しみながら、重量は上げれたら上げてしっかりと物理的刺激を与えてあげる。コンパウンド種目を中心に、物理的刺激を与えてあげることを意識して、トレーニング種目と、強度で決めてトレーニングしてみてください。で、今まで、お話しした、初心者の方が筋肉をつけるために重要なポイント3つですね、なんですけれども、これまとめると、まずはですね、血中アミノ酸濃度を上げることですね、そして2つ目が頻度ですね、これは毎日やらないでください、週2回でいい。で、3つ目が、トレーニング種目と強度ですね、多関節種目でしっかりと重量をかけてあげましょう。はい、この3つだけでいいのかよと思うのかもしれないんですけれども、もうこれはそうですね、これ8回から12回上げれるかなぐらいの重量でコンパウンド種目、しっかりやってあげて、それやってる間必ず血中アミノ酸濃度高い状態をキープしてあげてください。で、そのトレーニングをしっかりと休息入れながら筋肉回復させて、週2回だけでいいんで、筋肉つけなかったらなるべく有酸素もちょっと控えましょう。で、その代わり週2回のトレーニングを一生懸命頑張ると、これをやってあげるともう大体3ヶ月ぐらいで初心者の方かなり体つき変わってきます。はい、体の線は細くなるし筋肉は、ついてきますので、今まで我流で、がむしゃらに、筋トレしていた方はこの3つ意識してあげるだけで本当お客さん皆さん体変わっていくので、すごくおすすめなので、この筋トレ方法ぜひ、参考にしていただいて、皆さんいい体を作っていきましょう。
それでは、次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあ10回やります。はい。あれ？やば。何もなかった。あれ？あざす。